皆様お待たせいたしました時間になりましたので始めさせていただきます本日はアスリートのデュアルキャリア意識向上セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます私は本日の司会進行を務めさせていただきます笠西美希と申しますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます さて東京都では国際舞台で活躍する現役アスリートへの支援や指導者に向けたセミナーを実施しておりますアスリートの競技活動には指導者や保護者の皆様方の理解サポートが欠かせません今日はこのセミナーを通じましてアスリートキャリアに関する理解を深めていただきアスリートの人生について考えるきっかけにしていただければと思っておりますセミナーは約1時間半 8時終了を予定しておりますぜひ最後までお付き合いくださいよろしくお願いいたします講師は独立行政法人日本スポーツ振興センター経営戦略室主管情報国際戦略課課長野口由里子さんです野口さんは独立行政法人日本スポーツ振興センターと国立スポーツ科学センターの副主任研究員を兼務され アスリートキャリアやアスリートの行動変容について研究されています研究から見えてきた課題やどうあるべきかなど専門家の立場からお話しいただければと思いますそれでは野口さんどうぞよろしくお願いいたします皆さん、えー、こんばんは、えー、ご紹介いただきありがとうございます日本スポーツ振興センターの野口と申します 専門家とご紹介されてあの大変恐縮なんですけれどもあの本日は皆さんと少しこれからですねパネルディスカッションで選手の皆さん,人,間あごめんなさい人材育成の専門の専門家の方いろんな立場でディスカッションが行われると思います。 でその前にですね、デュアルキャリアという考え方の前提を皆さんと共有させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私はあの日本スポーツ振興センターに所属しております、えっと。参加者の皆さんでですね、日本スポーツ振興センターのことをあまりよく知らないよという方もいらっしゃると思いますので、まずあの、日本スポーツ振興センターがどんなところかを、えー、簡単にご紹介したいと思います。 日本スポーツ振興センターは、あの、未来を育てようスポーツの力で、ということを、あの、コーポレートメッセージとして、すごく様々なですね、機能と役割を果たしております。えっと、ここに挙げているのはごく一部ですけれども、えー、1964年、それから2021年、開催されました、オリンピック・パラリンピックの会場にもなりました、国立競技場や代々木競技場、 はじめあの普段からです、ねえっと、市民の皆様にご利用いただいている施設の管理運営をしておりますでまたあの皆様あの購入された方もいるかと思いますけれどもスポーツくじビッグトトなどで,です、ねえっと、販売だけではなくこの、えっと、売り上げを使ってスポーツ振興に役立てるような助成をしております。 で国際競技力向上のところではあのハイパフォーマンススポーツセンターという西が丘にある、えー、トレーニング拠点ですねここの、えー、運営をしておりまして、えー、とトレーニングの場だけではなくスポーツ医科学の支援それから研究を実施しております私はあのここで、えー、研究員を務めておりますでさらに、まあ、スポーツとあの学校の安全という ようですね。えっと、そういう機能もあります。そんな、えっと、日本スポーツ振興センターの中でも、私が長年所属していたのが、情報国際部というところです。で、ここは、あの、スポーツに関する様々な情報を収集したり、分析したりして、関係団体、競技団体の皆様や、地域の皆様、スポーツ庁にも、情報提供をしている役割を担っております。 で私はその中の国際戦略家というところに所属しておりますので、普段はあは海外の方々とのネットワークを構築したりですね、その中からあのいろんな世界の情報に触れているところです。でこのえっと情報に触れていく中で、まだ日本にはあの導入されていないえ取り組みとかですね、そういうものに触れる機会がありまして、十数 十数年前ですねえっとヨーロッパに行った時にこのデュアルキャリアという言葉に出会いその専門家たちと情報交換をすることになりましたでえっとこの十数年前にですね欧州のスポーツ政策の中で2つインテグリティとデュアルキャリアというところにフォーカスして取り組みがされておりましたが あの今日はインテグリティについては別のトピックですのでデュアルキャリアにフォーカスしてお話をさせていただきたいと思います。えー、っと日本の中でデュアルキャリアという言葉が導入されたのが10年ぐらい前ですね2012年に文部科学省が第一期のスポーツ基本計画を策定したときにこの中で初めてデュアルキャリア の意識啓発を行おううとといこまえたそれまではあのー、皆さんもご存知のように、えー、とアスリートの引退後の,あの雇用とかですねそういったところが問題となっておりましてあのどちらかというとアスリートのそのアスリート人生の中の出口ですね、えー、と一番最後の出口のところにフォーカスしたセカンドキャリアというところに、えー 中心に取り組みが行われてきたその中で12年にデュアルキャリアというものが導入されて出口だけではなくてアスリートがスポーツに触れ始めて世界を目指すような練習とかですね世界を目指して取り組む中でスポーツと学業それから仕事。 そういったものをうまく組み合わせてどのようにアスリートとしての人生をこう歩んでいくのかというところに、えー、とフォーカスした取り組みになっておりますで日本スポーツ振興センターはあのこのスポーツ政策の中でデュアルキャリアという言葉が出てきたので、えー、とまず初めに調査研究をしましたし、えー、とその中で分かったことは、まあ、あのアスリートだけがですね 一人自分の人生の,あのどうやっていこうかっていうことを考えるだけではなくてそれではあの必ず壁にぶち当たるので制度だとか仕組みだとかっていうことも変えていかなきゃいけないんじゃないかそれからアスリートの周りにいる方々ですねコーチをはじめ保護者皆さんアスリートのデュアルキャリアを後押しするような理解が必要じゃないかということがありまして関係団体が支援 あの一緒に支援できる体制の整備それから、えー、と教育プログラムというものを作りました今はあのこの教育プログラムはアスリート用指導者用、えー、保護者用っていうものがあ,のあ,のありまして、えー、年代別にですねあのこのようなプログラムを開発して、えー、競技団体それから地域の、えー、タレントアスリートに対する、えー、支援をしております。 前置きがだいぶ長くなりましたがデュアルキャリアの背景の中でこちら示したように先ほど申し上げた通りヨーロッパがデュアルキャリアの発祥ですデュアルキャリアの話をするときにここで皆さんに覚えておいていただきたいのはヨーロッパの欧州評議会というところからデュアルキャリアの歴史が始まっています歴史といっても10年ぐらい れどもその上で考考ええてていくこととが大事かなと考えておりますで、えっと、デュアルキャリアのヨーロッパのスポーツ政策においてデュアルキャリアがどういう位置づけだったかというとそのヨーロッパのスポーツ政策の中の3つの柱がありましてスポーツインテグリティスポーツと社会的な価値スポーツと経済的な価値。 この3つの柱のうちデュアルキャリアというのはスポーツの社会的価値の中に位置づけられていました。とヨーロッパではスポーツが健全な人と社会をつくるツールと考えられていたためスポーツと教育というところに力を入れていこうという考え方ができました。 なので、えっと、我々がデュアルキャリアを考えていくときには他にアスリートがスポーツと教育あるいはスポーツを仕事あの学校と両立するっていうことだけではなくてスポーツがその人づくりとか社会づくりに重要なツールであるということを踏まえてそれを理解した上で、えっと、考えていくべきかなと思っております。 そういう意味ではアスリート本人だけではなくてその周りにいるコーチそれから保護者皆さんでこのコンセプトを理解して後押ししていくことが重要ではないかと思っております。デュアアルキャリアとはというところで先ほど控え室の中でも「デュアルキャリアって一体何なんだろうね」っていう話になったんですけれども。 ヨーロッパの方の定義では、デュアルキャリアは、ここに示されている通り、長い人生の一部である競技生活の始まりから終わりまでを、学業や仕事、その他人生それぞれの段階で占める重要な出来事や、それに伴う欲求とうまく組み合わせていくこと、っていうことが定義されています。えっと、つまり、アスリートのキャリアは、職業という意味ではなくて、生涯を通した人の成長を示します。 その中で一定期間です、ね、アスリートとしてのキャリアというものが入ってくるためデュアルといいいうう言葉を使ってて表現しているということですこのデュアルの状態のアスリートが直面する課題としてはさまざまなものが挙げられていてここで全部説明すると時間がなくなってしまうんですけれども、えっとまあ、例えばパフォーマンスで言うと。 ジュニア期からシニア期に移行するときに、あの、タレントロスが起こります。つまり、えっ、ー、と、このジュニアから、えー、シニアに移行する時期っていうのは、あの、たくさんのアスリートが壁に当たって辞めてしまう時期なんですね。それは、えっ、ー、と、学、まあ、なんでしょう。人生のそのキャリアを取るか、スポーツのキャリアを取るか、二択の中の一択しか選べない 制度、仕組みであると、こういうことが起こるので、ヨーロッパの中では、両方選択して進めるような、えっと、仕組みを整備しようということが掲げられていました。で私の方は、えっと、デュアルキャリアの研究など進めておりますが、えっと、実際にはですね、研究論文ってかなり少ないですね。他の分野に比べて非常に少なくて、えっと、日本の中でも2012年が初めてで、 まだ40本ぐらいいしか世の中に出ていな,い状況ですなのでこの分野はまだまだ答えがなくて皆さんで考えていく必要があると思いますただ一つ分かっていることはコーチが非常に重要な影響を及ぼすということそれからデュアルキャリアに関わる人たちはたくさんいるということです えっとここのこれはですね。2017年のユニバーシアード大会ですね。えっと大学生が出る国際大会でえ426名を対象とした研究なんですけれども、アスリートがデュアルキャリアを探索するために探求するためにですね誰に支援を得る割合が多いかっていうことを示したものです。これを見るとえっとスポーツ競技の中でのアントラージュとしてコーチが一番。 えっと影響を及ぼすと言われています。ただコーチや保護者の割合が多いですが、ここにあるようにたくさんの人たちがですね、アスリートを支えているということがわかります。アスリートのこちらはですね、別の日本スポーツ振興センターが実施した調査研究の結果ですけれども、ここでもですね、アスリートが高校から大学 のーの進路選択をする時に誰に最も相談しますかっていう問いに対して指導者というのが一番多かったですねこれは本当にオリンピックかパラリンピックのトップ選手たちに聞いている調査ですけれどもその次に保護者になっていますこの保護者が誰に相談するかというと子どもの指導者なんですね。 なので、えっと、アスリートがこの進路を決める上でえで、っと、コーチはパフォーマンスのことを中心に考えているかもしれませんが、アスリートのその後の人生において、えっと、非常に重要なアドバイスをここでもしているということがわかります。 これはですね、えっと、私が、私たち、えっと、国立スポーツ科学センターの中で一緒に共同研究をしている、この分野の専門、まあ、トップランナーの専門家で、ポール・ウィルマンさんという方です。で、この方が、えっと、おっしゃっていたのがですね、えっと、Aim is not result, aim is progress. If you make progress, the possibility of chances to making the パフォーーマンスハイヤといいうことを言っています要は目的は結果が重要なんじゃなくて目的はえっとパフォーマンス向上に費やしている過程だっていうことですね。なので指導者はえっと過程に着目してその結果っていうところで判断すべきじゃないし。に、えー なんでしょう。介入していくことでパフォーマンス向上によりつながるという考え方を示されていました。で右側の写真はですね、ヨーロッパの電車なんですけれども、これ、あの、コーチってヨーロッパでは言うことがあります。これの語源はハンガリーの19世紀に、えっと、馬車ですね、馬車をコーチと呼んでいて、 えっと、イギリスのオックスフォード大学の方に家庭教師を「コーチ」っていうふうに、えっとまあ、伝わって日本には明治時代に、えー、この「コーチ」の語源が伝わったんですけれどもこれって要は、えっと、目的地に人を運ぶという意味ですなので、えっと、コーチは、えっと、アスリートの目的地に、えー、運ぶそのために、えっと、アスリートにいろんな、えー、支え 指導をしているんだと思いますアスリートのこのポールさんがですね言っていたのはアスリーートののの行動に変化を与えるのはコーチの役割が大きいそのためデュアルキャリアに関してもコーチングの中でですねアスリートの行動に変化を与えるようなあの取り組みっていうのが重要なんじゃないかということになっています。 なので我々の研究の中でアスリートの行動改善に着目してどのようなコーチングの方法があるのかというのを今研究しているところです。こちらはそのアスリートの行動改善につながるベースになるあのハックモデルというものなんですけれども。 デュアルキャリアを語る上でこちらの研究の概念このモデルっていうのは非常に多く使われております。ここに示しているのはパフォーマンスの軸精神性の発達の軸社会性の発達の軸学業就業の軸で財政基盤法律ってありますけれども要はアスリートのパフォーマンス をえっと向上を考えていくときにアスリートっていうのは一人一人、えー、パフォーマンスだけではない側面があってでそこの状態を知らないと、えー、パフォーマンス向上につながる支援支えっていうのはできないんじゃないかということです、えっと、皆さんはあのこの中でこれ時間軸になっているんですけれども どこが一番重要だと考えますかアスリートが成長していく上で、どの、どこの軸、どこの側面が一番重要だと思いますかはい、これはあの、オンラインでもやっているので、えっ、ー、と、指してお答えっていうことにはならないと思うんですけれども、どれも重要ですね。っていうのが答えです。 なので、えっと、一人のコーチ一人の保護者一人のスポーツ科学者、えー、一つの団体競技団体だけではアスリートのデュアルキャリアを支援できないということが分かると思います。最後にまとめですけれども、えっと、アスリートを取り巻くキャリアの考え方というのはさまざまあると思います。 あのセカンドキャリアっていう言葉もありますキャリアトランジッション移行、えー、のところですねデュアルキャリアで昨年こちらの、えー、とセミナーの中で、えー、紹介されていたプロティアンキャリアで、えー、とその中でデュアルキャリアに関してはヨーロッパの欧州評議会から始まったっていうことを、えー、とご理解いただいたと思います。 で、えっと、一番重要なことはアスリートとアスリート自身もそうですけれどもアスリートを取り巻くすべての人がこれからですねデュアルキャリアというものを一緒に考えて答えがないので一緒に考えてたくさん議論をして日本の中でアスリートのデュアルキャリアを支えていく仕組み制度プログラム、えっと、そういうものが またさらに作られていくといいなと私の方は思います以上ですありがとうございました野口さんありがとうございましたこの後の第二部パネルディスカッションにも野口さん引き続きご参加いただきますのでよろしくお願いいたしますこの後はパネリストの皆さんにご参加いただきましてデュアルキャリアを意識した指導を考えるというのをテーマでパネルディスカッションを行ってまいります これよりアスリートや専門家など様々な視点からデュアリャリアを意識した指導とはをテーマにパネルディスカッションを行ってまいります本日のゲストの皆様をご紹介いたしますはじめに先ほどご講演をいただきました独立行政法人日本スポーツ振興センター経営戦略室主管情報国際戦略課課,課長野口由里子さんです野口さんよろしくお願いいたします 続きまして、ワーク・ライフ・ブランド代表でプロラグビーコーチとして活動されるとともにコーチ・エデュケーター人材育成プロデューサーとしても幅広く活躍されていらっしゃいます二の丸智之さんですすどうぞよろししくお願いいたしますし続きまして、駿河台大学心理学部に編入学され駅伝部に所属し今年の箱根駅伝に選手として出場されました今井隆夫さんです。 今日はよろしくお願いします。お願いします。そしてもう一方、東京二ゼロ二ゼロオリンピック競技大会フェンシングエペ団体金メダリストの宇山悟さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、あのこのパネルディスカッションの後に質疑応答の時間を設けておりますので、オンラインでご覧になっている方、ご質問ございましたら随時あのお話の途中でもチャット欄から受け付けております。ご利用ご活用ください。 それでは、パネリストの皆さんには、まず、自己紹介を兼ねて、ご自身の経歴と、そしてデュアルキャリアに関する活動。お考えなどをですね。簡単にお一人、三分程度で、短くて恐縮なんですけども、三分ほどでお話をいただきたいと思います。では、まず、トップバッター、二の丸さんからいきましょう、お願いいたします。じゃあ、皆さん、改めまして、こんばんは二の丸です。どうぞよろしくお願いいたします。 3分しか時間ありませんので手短にお伝えさせていただくと今、僕大きく3つの授業をです、ね、やらせていただいてまして、まあ、1つ目としてスポーツコーチング授業というものをやらせていただいています、まあ、中身い言うと、まあ、ラグビーが専門でもありますのでプロラグビーコーチとしてです、ね、現在、約全国8チームとです、ね、あのチームと契約させていただいていろいろサポートさせていただいているというのが実情ですでまたは他、ね、競技も実はやらせていただいていてカーリングとかですね今ねちょうどオリンピックね 始まるところですけど、カーリングとかですね。まだ、あ、ちょっとあのー。 きちっと決まってないので公には言えないんですけどねサッカーのプロチームとかからもですね今おほうはかかっていましてね、まあ、そういった他競技のねいろんなコーチングもねサポートさせていただいているのが実情ですでもう一つトピックで言うと選手だけではなくてですねあのコーチのコーチっていうねコーチエディケーターっていう肩書きがありまして、まあ、そういったところでも他競技にわたってですね指導者のセミナーをさせていただいたりとかですね、まあ、いろんなイベントをさせていただいたり まあそういったところのね活動をこの授業でさせていただいています。で2つ目は人材育成プロデュース事業というものなんですけどこれはもう俗に言う企業の研修ですね。 で企業の研修というのもね、若年層、新入社員から、えー、経営層までですね、たくさんあの層がありますのでね、階層別でいろいろ研修をさせていただいているんですが、まあ、特にあの、コーチのコーチっていう肩書きもあるところからですね、管理職以上のですね、いわゆる部下の育成の仕方っていう部分ですね、そういったところの研修をさせていただいたり、また最近この2、3年ではですね、あの学校教育現場ですね、学校の先生方からですね、いろいろお誘いをいただいてですね、先生に対 対していろんなあの新しいとかですね。ちょっと違った観点での指導育成をさせていただいたりとかしております。で、最後3つ目ですね。 リアルサポート事業っていうことなんですけどリアルキャリアサポート事業ですけど今日まさにここが、えー、メインのテーマになってくるかなと思うんですけどいわゆるアスリートのですねキャリアデザインをですねいろいろ一緒にサポートさせていただいているっていうことなんですけど、まあ、具体的に言うと現役選手から引退直前になった選手とかもしくは引退した選手とかですねやはりこういろんな悩み持たれて競技以外の悩み持たれている人が多いと思いますのでね、まあ、その辺のこう少しね一助になれればなっていう形でねいろんなサポートをさせていただいて おります。すいません。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コーチのコーチというお話もありましたけど、こう様々な角度からとやるキャリア考えるということで今日はヒントをいただけたらと思います。それでは宇山さんお願いします。はい、えー、改めまして宇山です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と僕は香川県の高松市の出身でして、えっ、ー、と地学。 えー、入学した時にフェンシング競技と出会いました。えっ、ー、とそこからですね、まあ高校も続けて、その六年間の間に、まあインターハイでマグレで優勝して、そこからまあちょっとあの先を世界をあのー。 日本代表として活動したいなという流れになってまいりましたで約17年間ですねあのフェンシング携わりましてそのうちの10年間が、えー、日本代表として活動させていただきましたそして昨年ですね本当に皆様のご尽力によってあの無事開催されましたあの東京2 0 2 0オリンピックにおいてあの団体でフェンシング競技初となる金メダルを獲得することができましたあの本当に熱いご声援とご支援賜りましてありがとうございました えと現在はですね引退をしてあの社会人としてですねいわゆるもまれながらあの社会を見据えて今後自分のキャリアっていうのをどうしていこうか現在今考えているというところでもあります。 えっとまた、転戦しているときにですね海外の選手の,あの君たちはどういうキャリアを考えているとかどういう仕事にしながらえっと競技に携わっているのかって聞くとやっぱりあのアーミーと答える選手が多くてフェンシングはですねはい警察だったりあと陸軍、空軍とか海軍の方っていうのはすごく多かった印象があります。ままたたまにはですねあの弁護士をやりながら あのフェンシングを、あの海外の試合回っているんだっていう方もいて、本当におもいろいろ働く環境があるんだなと思います。えっと、本日はですね、僕もどちらかというと、勉強する立場ということで、あの皆様の、あのご意見。参考にさせていただければと思いますので、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう早速、この自己紹介の中に、海外のエピソードも入っていて、あ、そんななんだというのを。教えていただきましたありがとうございます。では、今井さん、お願いします。 改めまして、今井と申します。本日はよろしくお願いいたします。えっと、私はです、ねえっと、先日、1月2日、3日に行われました、えっと。箱根駅伝で4区の方を走らさせていただきました。まあ、本当にあの多くの注目をいただいて、ちょっと正直あの、あまりの反響に、自分が今、気持ちが追いついていない、というのが <laughs>、えー、率直なところで、えー、一応走ったんですけれども、えっと、ほ本当の目的といいますか、私は。えっと 2015年から中学校の保健体育科教諭として勤めているんですけれどもあの、まあ、その際にこういろいろなこう問題を抱える生徒だったりとか今のこう現代の子どものこう質だったりとかいろいろこうニーズが変わっていく中でもっとこう心理学を学んだらあの自分の関わり方だったりとか生徒への関わり方っていうのに変わっていくんじゃないのかなって思うことがありましてそれで、えっと、2020年より えっと駿河台大,大学の心理学部の方に一応社会人編入をしてそこでえっと心理学を学びながらえっと走らせて走らさせていただきましたで私自身もあの今日この「デュアルキャリア」というのをお聞きして正直言ってちょっとお恥ずかしながらわからなかったんですあのじゃあ選手の中でこの「デュアルキャリア」っていう言葉を どれだけの人が知ってるんだろうなっていうのも私自身正直ちょっと不安に思いましたでもえっとここ私も改めて今日このデュアルキャリアというのを聞いてあの選手として今後のことを考えていくことっていうのはものすごい大切なことだなっていうふうに思いますしやっぱそれを取り巻く環境を私たちが作っていく。私もこの後4月から 中学校の保健体育科教諭として埼玉県の中学校の方で勤務させていただくんですけれども、改めて今後の自分の指導に活かしていけるのではないのかなというふうに考えております。えっとちょっと話は外れてしまうんですけれども、先日中学校の方でもえっと講演会の方を行ってきまして、皆さん将来の夢とかなんかありますかって手を挙げた手挙げた手挙げさせて聞いてみたらなんと。 もうほんと100人か200人いる生徒の中で5人から10人くらいしか手上がってなかったんですね。なので、やっぱり中学校だと部活動があって、えー、そのだ。その部活動が将来どのように生きているかっていうのところになかなかこう。イメージが湧いてない。子もたくさんいるっていう。現状もあるので、やはりこういった。あの私たち指導者。 というかまあ私は選手でもあり指導者でもあるんですけれどもそういった関わり方っていうのを今後えっと変えていくだったりとか見直していく一つのいいきっかけに本日なれればなというふうに考えております本日はよろしくお願いいたしますありがとうございます箱根駅伝ちょうど今日2月3日ですから1ヶ月前なんですねはい今井さんありがとうございますこのような皆様で進めていきます様々なねご経験をされている皆様と進めます あのご質問がオンラインである方はどなた宛のご質問かを最初に書いていただいてからお送りください。ご協力お願いいたします。ではここからは共通のテーマで早速お話を伺っていきたいと思います。まずはですね、デュアルキャリアを意識した指導がなぜ重要なのかというところからお聞きしていきたいと思います。ちょうどこの会場内、えー、私。 右手にお二人いらっしゃる有識者のそして指導者の立場とそして選手のお立場という形でお話を伺っていきますでは野口さんから、はい、あの研究者のお立場からですね、まあ、今先ほどご講演もありましたけれどもデュアルキャリアを意識した指導どうして求められるのかというのを改めてお話しくださいはいえっともう本当に、えー、先ほど申し上げたようにコーチの影響力が ものすごくあるということで、えっと、選手が競技開始からまあオリンピックの表彰台に上るまで,です、ねえっと、平均で17年間スポーツをし続けるっていうデータがありましてでそれを考えるとその17年間でコーチがあの与える影響というのは本当に非常に大きいなともうそこに尽きるかなと思います。 でそれを前提にして、えー、その17年間を経てトップレベルに行く選手というのは非常にわずかですので、えっと、そういう、うん、と中で,です、ね、あのトップレベルに行くまでに教育、まあ、要は学校での学校での、えっと、費やせる時間というのも限られています。でこういういののはは学校の先生だけけが考えるわけではなくて、 コーチの理解コーチの後押し励ましっていうのが非常に重要になってくるのかなと考えておりますまたえっとまあアスリートがその自分自身で周りがどんなに用意してもですね自分自身で気づいて自分自身で歩んでいかなければいけない中でそういう力をですね身につけるコーチング の手法っていうのも今研究を重ねておりますけれどもその従,来を、まあ、従来というかもう多分コーチはおそらくやっていることなんだと思うんですがそれをこう体系立てて理論立てて可視化していくという作業になりますがポイントとしてはすべての答えを用意してすべての環境を用意するのではなく、えっと、アスリートが壁に当たるしつらえそれを乗り越えるしつらえ。 そういったものを意図的に作っていくコーチングというのが必要じゃないかって言われてたりもするので、まあ、そういったそのコーチングの中で「養えるる力とといいううのがあるということですあそ、まあ、以上になります、はい、壁にぶつかるしつらい」っていうのがなんかすごく印象に私今残りながらなるべく壁に本当はぶつかりたくないんじゃないかななんて思ってしまうんですけれども。 まあ今今日ご覧になっている方もねそれこそコーチ指導者の方もたくさんいらっしゃいますのでちょっとその辺りも二の丸さんに次は指導者の立場としてこのデュアルキャリア必要と思われる理由を お話いいたただきたいと思いますそうですねあの野口さんの話聞いてて今日僕代表してこう、ええ、コーチお前らの責任だぞっていうねかすごくこう言われてるよねなんかそんな感じでしたけど、まあ、コーチで、ね、代表として今日お話しさせていただくのであればもちろんこうおっしゃったこと全てそうだなっていうにはこは思ってるんですけどまずあのデュアルキャリアの定義ですね。 先ほど野口さんもデュアルキャリアの定義をお話しさせていただいた、あの、されたと思うんですけど、僕、これはやっぱり正解ないし、今、答えないなと思ってて、特に日本の中で、デュアルキャリアという定義がですね、ちょっと先行して、言葉遊びのように進んでいるのが、引退後のキャリアを、 うまくするために現役中にまあ、引退後のキャリアのために何か準備しましょうみたいななんかそういう捉え方が結構多いのかなっていう印象なんですなのでいろんな問題が起きている一つとすると指導者の立場からすると何引退後のことを考えてるんだとお前今現役選手だろうと余計なことを考えそんな時間があるんやったら競技に費やせってまそういうことが今ちょっとこう起きちゃってるんじゃないかなと思うんですけど。 ここをキレクするためには僕いつも自分が言ってるのは引退後のためのキャリア形成がデュアルキャリアではなくて引退する前いわゆる現役中のキャリアも豊かにするためにスポーツ以外の何か時間ですね僕ここオフザフィールドって言ってるんですけどスポーツのフィールド以外の時間で何をするのかっていうところが非常に重要になってくるのかなと。それが引いては、 今やっている競技力の向上にもつながるだろうしまたはそれが先のね、えー、引退後にもつながるかもしれないし引いてはもうこれ人生を豊かにするためのものかなと思ってますので、まあ、そういった意味では指導者の立場としてもそのスポーツだけを教えるんではなくていろんな社会常識だとか年齢層のですね いろんなことをこうまず吸収させていったりいろんなことを引き出し上げたりとかですねそういう働きがやっぱり重要かなと思ってますねバランスも大事ですよね,そうですねスポーツとその競技以外のダブルゴールコーチングみたいなね言葉もあると思います、うん、競技力向上と人間力の向上とですね、うんまあ、そういったものをセットでこうやっていかないと、まあね、昔と今って言い方よくないかもしれないですけどこの先やっぱりそういったものが非常に問われてくるのではないかなと思いますね。うん はい、ありがとうございます。さあ、それではえー、宇山さんと今井さんにお話を伺っていきます。選手の立場としてはその指導を受ける側になりますので、まデ、あ、ュアルキャリアを意識した指導まあ、ちょっと今まで考えてなかったっていう話もあったんですけど、こうあった方、こういう指導があった方が良かったんじゃないかな。とか、何かご自身の時のことを振り返ってありますでしょうか？え、宇山さんからお話ください。はい。 えーとまあ、コーチという、まあ、ワードを聞くとですね、まあ、その全てを教えてくれる競技をその強くしてくれる結果を出すための近道を教えてくれる、まあ、何でも屋さんというか自分の神様みたいな存在に。 もうなり得るわけですよこれだけそのキ,キャリアに、まあ、先ほどのその研究結果からすると依存している言い方悪いですけどコーチの考えコーチが指し示す道筋っていうのに依存してしまっているっていう状況はやっぱりあると思うんですねただあのそのコーチも一人の人間であって困っているんだ常に努力をしてそのスポーツの競技の最新のところに触れて良くなるように考えているんだ苦労しているんだっていうのをまずはその選手一個人が 意識する知るっていうところが大事なのかなとやっぱりコーチがいるからコーチに頼りなさいそこで正解をもらいなさいっていうなんかシンプルな構図だけでアストリートとして活動していてもあのやっぱり人間性っていうんですかねその人間力の向上っていうところに繋がらないのでまちょっとあの話脱線しますけれども今コロナ禍ですごいそのコミュニケーションっていうやり方が変わってきましたよねであのそこでちょっと浮き彫りになったのがやっぱりコミュニケーションの力っていうのはその コーチだけが持っていていもいいけなもものでもちろんその我々がもっとその選手がしっかり意識してコミュニケーション能力っていうのを持つことそこの、えー、といろんな情報ですね。 それを次回理解して落とし込むっていうところをあのこれをアスリートの中でいわゆる僕の中ではそのデュアルキャ,リアあのキャリアというところで培っておけばあとで仕事にも使えるしそれで例えば練習のパーチームパートナーが増えたりとか仲間が増えるとかサポートしていただく方が増えるとか僕はあのいろんなこ長い競技生活の中で一番やっぱり大事だったなと思ったのはコミュニケーションでした。 福山さんご自身はそのコーチとのコミュニケーションはいかがだったですか振り返るとそうですねまああの僕自身もやっぱりそのコーチにまあ、あの毎日こんな感じでしたけど調子どうですかってまあ、必要以上にですね評価を求めたりだとかそのコーチが認めてくれてるってことは自分がやってることは合ってるんだということはもう依存してるんですよねそれは分かりながらやっていたんですけれどもそれをちゃんとコーチにあのコーチがやる まあこれやればいいんじゃないかとかあのそれの理由はこういうものがあるそれはデータも含めてあの信用できるものがあるから信じてこれをやってくれっていうあのそういう指導のスタイルだったんでじゃあ僕が負けたら責任取ってくださいねって逆に責任転嫁をしてその代わりコーチが求めるものパフォーマンス組み立てっていうのはすべてあの達成できるように頑張りましたもう一つ聞いていいですかスポーツ以外のコミュニケーションなどいろんなお話もコーチとはされたんですか そうです、ね、あとあのそのコーチとのコミュニケーションというのは例えばプライベートの部分とかそれだけではなくて例えば僕だったら、えっと、企業に所属しながら競技をしていたのでその企業、まあ、例えばあの自分のこれからの試合予定を報告したりとかそういう試合にいただいているものの,その経,理経理的なその処理をするところでやっぱり社員の皆様とコミュニケーションをとる機会があるんですね。そこで俺は今 あ,あ,あえて「その俺は」っていう映画を送りますけど競技をしているからアスリートだからこれを許されているんだだからわがままを言っていいではなくてしっかり自分がどういう人にその顔,顔もしっかり見てどういう人が自分のために働いて,働いて動いてくれてこういう支援サポートを受けているんだっていうのを知るきっかけなのもやっぱりコミュニケーションですやっぱりこうだから 行って帰って行って帰ってのコミュニケーションだけじゃなくて本当に深いところをいろいろお話を進めていくっていうふうに今、聞いていて思いました今井さんはいかがでしょうとあるキャリアを意識した指導選手の立場として指導を受ける側として何かこう良かったなと思うことありますか。私はですね、この選手の立場からこの失敗できる場が必要だなっていうふうに改めて思いました。 と言いますと、こう、良かったことよりも、うまくいかなかったことの方が。ものすごい、こう、選手としては、覚えているんですね。もちろん、良かったことも、こう、自信にはなるんですけれども。その、うまくいかなかったときに、どうしたかっていう、そこの考えたことっていうのが、ものすごい、こう、ヒントになりました。というのも、あの、私の所,所属していた、こう、駿河台大,大学では。指導者、選手から指導者に、アドバイスを求めに行くんですね。 なんで指導者かから選手にはあまり声をかけないだから自分がうまくいかなかった時に指導者に「今日はこうでした」こうあのこれ「これについてどういうふうにすればよろしいでしょうか?」っていうふうに聞くと求めていることに対して答えが返ってくるしそれをまた自分で実行しようってしてこうそういうサイクルがあったんですねそれは非常にあの新しいなと思っていていつもいつもこう選手っていうのは教えられる方っていうか。あの 教えられる方ばっかりの方がこうイメージとしては強かったんですけどもじゃあ自分から聞きに行くとかこうだからこそこう失敗を見届けてもらえるとたとえ指導者は分かってるんですよあこいつ失敗するなってこのあと失敗するだろうなってでもそこでこう手を出して救うんじゃなくてあえてそのままにしといてでそっからであのうまくいかなかったことで選手も気づいて指導者にこうフィードバックを求めに行くというかなのでやっぱりこう失敗からいろいろ考えて でこう自分からアドバイスを求めに行ったりとかでそういったコミュニケーションだったりとかやり取りの中からいろいろ考えてそれってやっぱり生きる力につながっていくと思いますしあのまさにこう引退後の自分のそういうキャリアだったりとか家庭にもこう私はつながっていくというか今私もつながっていったんではないのかなというふうに改めてて思っていますありがとうございます。 山ささんんと今井さんには選手の立場でお話をいたただきましたではですねここから皆さん実際にデュアルキャリアを指導に取り入れた場合その利点ですね例えばこういうことがよくなったよっていうそのメリットについてをお話をいただきたいと思います野口さんではまずどんなメリットがあるかのご講演でもありましたがぜひお願いします。はいえー、ありがとううございますもう私はあのスポーツ現場の あの中で本当に一番あの知っている方々を前にしてなんか偉そうに言っていることがちょっとだんだん恥ずかしくなってきましたけれどもえっとまあ我々はあの制度や仕組みを相対的に考える立場ですのでその立場からお話しさせていただくと利点はもうめちゃくちゃたくさんありますアスリートにとっての利点競技団体にとっての利点 教育機関にとっての利点で、えっとまあ、日本というこのスポーツを支える国としての利点っていうのはあのたくさんあるんですけれども、えっと、3つに絞ると、えー、1つはアスリートのウェルビーイングにつながるんだと思います。 今流行りのウェルビングっていう言葉ですけれどもアスリートの幸せですよね端的に言うとアスリートが競技の中だけではなくて競技の外競技をしている期間だけではなくて競技を終えたっとも健全であり幸福であるっていうことが一番大事な利点かなと思います。で個人を超えて競技団体 とかえっと、スポーツの視点に立つと、えっと、パフォーマンス向上にも利点があると思います、えっとまあ、研究の中ではスポーツだけに専念している人よりはあのスポーツ以外のことも、えっと、取り組んでいる選手の方がいい成績が出るという研究もありますし、えっと、またあのパフォーマンス向上のこの過程の中でなんでしょう先。 申し上げた通り、まあ、学校なの学校自分がその将来じゃあ医者になりたいからちょっと競技やりながらあの医学部行くのは難しいからやっぱり競技やめて医者になろうっていった時にどっちかしか選べない状況だと、まあ、デュアルキャリアにならないんですけどデュアルキャリアができるような仕組みとか制度があればそういうことも オリンピアンが医者になるオリンピアンが宇宙飛行士になるみたいなことも、あの不可能ではないんじゃないかと思っています。なので、えっとまあ、ちょっとパフォーマンス向上からはずれました。けれども、えっとそういったあの利点もあるかなと思っています。で、3つ目はあの。本当にそういうアスリートが社会に出ていて活躍することで、あのスポーツの価値が上がるので、えっとそのスポーツの価値が上がれば。 将来の,その親御さんたちがその競技の中スポーツに子どもをえっとやらせたいというような方々が増えて競技人口も増えますのでその全部がこう好循環になっていくようなその仕組みというかです、ね、そういうものがあの生まれてくるのではないかと思っています。ちょっとあの1人人のの指導者1人のアスリート だけでは難しいんですけれども、それぞれのアントラージュ、それぞれの立場でデュアルキャリアに真剣に取り組めば、そういった未来もあるんじゃないかなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。本当に様々なサポートも必要ですし、やっぱりデュアルキャリアって言って、なんかこっ どっちもは無理だろうって決めつけてしまうんではなくってやっぱりこの広がりというあるキャリアについて改めてここでまた皆さんと考えていきたいと思います。二丸ささん実際の指導現場でまさに もうあのデュアルキャリアを実践されているということになりますので、うん、具体的な事例ありますすででしょうかそうかそね、はい、あの皆さんの話をお聞きしていてちょっと、ね、もう僕も偉そうに言える立場じゃないんですけど<笑><笑>やっぱり指導者がです、ね、デュアルキャリアだとかスポーツ以外に大事なことがあるんだということをやっぱり伝えていないと。うん やっぱりスポーツばっかりになってしまったりいいかどうかちょっとこの議論を置いといて勝利至上主義ばっかりに行ってしまったりとかですね別にこれ勝利至上主義はダメ言うったわけじゃないんですけど何、まあ、かそういう悪循環がやっぱり世の中起きててでそういった意味では私あの先ほどはダブルゴールコーチングって言いましたけどやっぱり競技力の向上これはもちろんですねでやっぱり同じ中でも人間力向上っていうのもやっていかないといけないっていう中でいくと。 普段のこの指導現場の中でもやっぱりオフ・ザ・フィールドに対するいわゆるミーティングっていうのを僕は結構やらせていただいてて練習始まる前でもですね大体じゃあプロのラグビーコーチなのでミーティング何話してるかって言ったら戦術戦略とか技術面とかっていう話をしてるっていうふうに捉えがちなんですけどまず初めに関してはいつもオフ・ザ・フィールドの例えば上山さんが言ったコミュニケーションのこととか考え方とか話の聞き方とかもちろん社会の流れとか。 今求められている人材がどうなのかとかですねそういったものをうまくこうラグビーに結びつけながらですね話をさせていただいているで僕はあのプロのコーチとして高校の現場が多いので16歳から18歳のいわゆるグーンゴールデンエイジって言われる子たちメインで結構やっているんですけどやっぱり高校生って何がメインかって言ったらラグビーではなくてクラブ活動ではなくて学業がまずメインなので。 学業が終わってからのクラブ活動なのでそこの学業に対する部分ですねのちょっと補完的なセミナーとかミーティングをさせていただいたりしますで外部のコーチなので学校の先生と同じこと言ってても仕方がないのでやっぱりちょっと違った観点とか、まあ、高校生に分かりやすいように社会人に知る研修をちょっと噛み砕いていったりとかですねまあそういったアプローチをさせていただいているのが一つかなっていいますねなのので嬉しいのが、えー、もちろん 引退者がですね、高校大学行った時に3年生になれば就職活動を迎えるじゃないですかその頃にですね思い出したかのようにやっぱり卒業生から連絡来るんですよで就職活動につったらなんか丸さん思い出したっていう感じでどんな今社会の流れですかとどういうことをしたらいいですかっていうようないわゆるラグビー以外の質問が飛んでくるっていうのもやってて自分の意図的な活動としてやっててよかったなって思える一つのなんか瞬間というかですね、まあ、そういったのもやりながら、 得れるなっていう感じはしますね。やっぱり同じような質問が多いんですか、そういう学生さんは。そうですね。やっぱりこう何を自分の強みなんですかとか、あの面接の練習してくださいとかですね。あ、<laughs> そう,う具体的に。そういうなことも踏まえてですね、やっぱりこうラグビーの質問ももちろん嬉しいんですけど、まあそういった以外のオフザフィールド以外の質問も来るのは先ほどと同じことになりますけど、意図的に自分がやってることなので、<laughs> うん、そこの対価としてそういうふうに帰ってくるのは嬉しいなと思いますね。これからこの後も来るかもしれませんね。ありがとうございます。<laughs> はい、では、選手の立場から考えられるこのデュアルキャリアの利点、どのようなものがあるか、宇山さん、どのよううにお考えでしょうか、はいえー、まあ選手の立場からすると、まあ、やっぱりあのちょっとそれを選手としてあの感謝するとかあ、こういうことをしてくれてたんだな、ね っていうのを感謝するタイミングは多分ちょっと遅めだと思います。それを最初からその価値に価値とかですね、そんだけ自分のことをアスリートのことを考えてくれてるんだよっていうのは多分理解できないと思います。ただそこをちょっと目をつぶっていただいて、でその中で選手がやっぱりあの自然に感じてくると思うんですよね。あのなんでこんなことあの例えば競技を強くすれば結果が出てでその結果が出たことをまあ、今ちょっとまあ、ちょっと絶対主義主義じゃないですけど、やっぱ勝つことを求められる る言うたら勝たせたら名,名声が上がってそのコーチの箔がついて給料が上がるんでしょうし幸せになれるんでしょうでもそれではないところのなんでこんなところにもその考えてくれてしっかり向き合ってくれるんだろうっていうのをやっぱりあの考えるきっかけにはなりました。そのお,前お前その引退した後どうするの っていうのをたわいもない会話から始まるんですけどやっぱりその時にあそういえばやっぱりこ,れこのスポーツで第一線で選手としてパフォーマンスをするのは終わりがあるんだっていうのをやっぱり時々考えさせられるんですよねそうやってあの指導者との競技とか技術的なあの話ではなくてそれ以外のところから少しでもじゃあこの人は例えばえっと競技が強いから尊敬しているんじゃなくてもっと別の理由もあって尊敬していると思うんですよ。 そこは何かなじゃあそれも吸収したいなもう全く同じコピー人間になる必要はないと思うんですけれどもその人のいいところっていうのはやっぱりあのまマネブとかでも学ぶといいますからやっぱりそれはあのトップアスリート慣れてると思うんですよねいろんな選手あのトップ選手の技術を盗むとかマネるそこからあの技術って磨いていくものだと僕は思っているのでそれは近いかなとは思います。なのでそういうところがあの まあ利点というかメリットになるのかなと思います。今井さんはいかがでしょう私はですね、えっと、この選手からこう羽ばたいていくときに、えっと、選手時代の,このタイムマネジメントしていくことっていうのが、あの今後に大きくつながっていくなっていうふうに思っています。っていいますのも、あの選手だからって24時間練習しているわけではなくて、むしろあの練習している時間よりも、 休んでる時間だったりとか要するにオフって言われているそっちの時間の方が多いんですよねなのでそのオフをどうマネジメントしていくかっていったところがすごい、えっと、今後の鍵になっていくのかなっていうふうに思っていますあの空いてる時間をこうまあ皆選手だと一日のスケジュールっていうのが大体こうルーティン化されてるんですけども、まあ、朝起きて朝練して朝ごはん食べてで午前練があってとかもしくは夕方に練習があってとか必ずまあ一定のリズムがあってってことは 空いてる時間が必ず、まあ、ないいわけはないとはななと思うんですよねなのでそれを見つけるんじゃなくて意図的に作ってってじゃあその空いてる時間の中で、うん、あのコーチとミーティングしてもそうだし自分が興味のある分野をあこういう今やってることってこういうことにつながるのかなとちょっと一歩先をあの考えるというかう半歩先でもいいんですけれどもそういう時間っていうのはあの選手にもあるので。 あのもしこの講演を聞いている選手とかもしくは指導者の人があのあの今後こう選手にあ空いてる時間って何してるのってこうふとこう時間の流れを聞いてみてでその時にあのこういうのもあるよとかあの提案してあげたりとかお前こういうの興味持ってるからこういうの見てみたらどうなんていうふうに時間をその時間の中でやることを振ってあげたりとかあの本当に。 あの選手っていうのはタイムマネジメントが非常に上手になって上手な選手ほど多分上に行く選手っていうのは多い傾向にあるのでだからこそそこに指導者がヒントを与えられるとあのいいのかななんていうふうに私は思っています。 ありがとうございますついついそういう競技をされている選手を見るとねやっぱりその場のところだけを見てしまうんですけどもやっぱりそれ以外の別の居場所もあるという話を今今井さんから教えていただいたように思います、うん、ありがとうございますありがとうございます本当は何をされているかとかいろいろちょっとお話聞きたいんですけれども次の質問に行きたいとも興味あるんですよす本当はでは次の質問に行きますね、えー、今ですねここまでそのデュアルキャリアを考えて指導していくというののメリットというのをお話しいただいたんですけども 同時にですね指導をしていく際、やっぱり注意していくべきことですとか、問題点というのも出てくるかと思いますで。どのようにデュアルキャリア自体を広めていくのか、指導者に広める、選手に広めていくか、この広める方法も考えていく必要があると思います。 先ほどですね、えっと、コーチの責任だって言ってるんじゃないかっていう形であの <laughs> 指摘を受けたんですけどあのそういうことではなくてですね、私あの、まあ、経歴の中には入ってないんですけれども2008年から2012年までの4年間ですね、ロンドンオリンピックに向けて強化をしていたあの柔道のナショナルチームの方でお世話になっておりまして。 ずっと海外の遠征とかもついて、えっと、選手やコーチとの強化の,の本当のトップオブトップの、えー、状況がどういうものなのかっていうのをあの学ばせていただいておりましたでそういう中で本当にあの指導者が365日24時間ですねあの本当に競技力向上とか一人一人の選手の 強化に対してあのすごい時間を費やしているので問題点としてはこのデュアルキャリアっていうものをこうどんどんこう必要なんだって言っていくことでコーチ自身がそのもう精一杯なのにそれ以上何かを求めるっていうことではなくて、えっと、周りにですねたくさんサポーターがいるっていうことにあの気づくのが大事かなと思ってます。 あの先ほど示した6軸ですねたくさんの,そのいろんなアスリートの側面をコーチ1人が把握するっていうのはとても無理でそこに対処するっていうのもとても無理なんですけど周りにそれをサポートする方々のネットワークを作っていくっていうのが重要かなと思っております。なので問題点としてはコーチが 一人で背負わないっていうこととあとはまあデュアルキャリア大事なことを築くにはこういうあのデュアルキャリアに関して議論するっていうことは大事なんですけどこれ競技力向上のこの強化の中で別途考えるんではなくてその競技力向上のラインの中でコーチングの中で例えばあの選手のこの何でしょうね レジリエンスとかセルフレギュレーションとかそういった力をどうやって伸ばしていく指導方法っていうのがあるのかなっていうことを考えるとプラスアルファの時間を作るとかあのそういうことではなくて単純に強化に費やす時間の中でアスリートのデュアルキャリアを進む力っていうのを育んでいけるんではないかなと思っておりますので。 えちょっと問題点とはそれるかもしれないんですけどそういうういい認識でおりりまますすありがとうございます必ず野口さんの後が二の丸さんの順なので次あの、はい、指導者の立場ということなんですが、はい、どう注意し広めていくべきかって私も質問しながらその注意する点っていうのはまたちょっとね。これ2分なんですね僕の持ち時間、ね <laughs> まあ、2分では相当語れないんですけど、えーまあ、簡単にというかまとめるとですね、はい あの先ほどね上山さんがコーチに結構依存するって話だったと思うんですけど僕この依存っていうのも結構ね大事であって何が大事かっていたら依存の仕方が大事だなと思ってて、はい、要は強制的ななな依存は良くないなと思うんですで、まあ、専門用語で言ったら外発的依存ですよね俺の言うこと聞け俺が言ってること正しいんだっていうやり方ではなくていわゆるまあ内発的依存というかですね あこのコーチ尊敬できるなこうだなこういうふうになりたいなとかですねやっぱそう自然に思わせるっていう依存の方が僕はいいかなと思うんですでそもそも依存っていうことはあんま僕は好きじゃなくてやっぱりこうコーチも疑えて僕いつも選手に言ってるんですねコーチ全部完璧じゃないので僕が言ってることも全て正しいわけじゃないし時には間違ってることもあるかもしれないし逆に時に間違ってることはわざと言うんですよそれをきちっとりあのこれは間違ってませんかってやっぱり言わさないと。 やっぱりこう宗教じゃないので信者になってしまったら一番これ怖いんですよね。だからそういった意味でこの広めるっていう部分でいくとですね、いかに内発的依存をどう示せるかっていうことも大事かなという中でいくと、このリアルキャリアに関しては、 指導者が率先してやっとかないととういいいけななのかなと思うんですいくら言葉できれいなこと並べて専門用語並べて言ったとしても「先生も何もしないですよねラグビー以外」ってなってくるとそこの言葉の重みなり内発的依存というとか内発的な尊敬というのは出てこないと思うのでこのデュアルキャリアに関してはそこがすごくキーになってくるのかなと思ってますのでなので僕自身もスポーツの現場といわゆるビジネスの現場とそうデュアルでやりながら。 あの子どもたちにもそういったものをこう日常からですね先ほど言ったオフ・ザ・フィールドというネーミングのもとで,ですね伝えていくということが大事かなとと思いいまますす、ね。ね、はい。ありがとうございますでは選手の立場から今度はどうお考えかということでこのデュアルキャリアを知るためにえー宇山さん、いかがでしょうか。はい えそうですね。まあ、その外発的まあその依存というかそのコーチを信頼し,してもらう。 もらってから、まあ、そのどういうものを与えるかとかですね選手がどう気をつけるかっていう問題があると思うんですけれどもやっぱりあの,コーチってその前は選手ななんんでですすよね大体のパターンがそううかなと思うんです、まあ、もしかしたらですねその学校の指導のためにしたことないけれどもあの教えなきゃいけないっていうパターンもいろいろあると思うんですけれども基本的にまあイメージをあコーチは昔選手だったっていうことに置き換えるとやっぱり自分はもしかしたらその時にはデュアルキャリアっていうものもあのワードも知らないし。 だろうセカンドキャリアっていうのを全然考え,な考えてこなかったそういう人間だけれども次にそのこういうものを自分のやりたかったことを託すでもいいしそのこの方が君はあの今後の社会に役立ってる人材になるでそれをあの競技に生かすと競技力が上がるみたいなそういうことをなんか。 ロールモデルもいいですしなんか形として見えやすいもので示してあげるっていうことが一番やっぱり分かりやすいなとその競技者からすると分かりやすいなと思いました。でやっぱりそのところであの まあずっと僕はこだわり続けるんですけれどもやっぱり人のつながりとコミュニケーションここだけをあの常々思うようにしていてあのやっぱりそのコーチに負担をかけすぎないところもありまして例えばコーチは完璧ではないし神様でもないし時々あのわざとその失敗をあの伝えてそれをあの気づくかどうかテストしているっていうのはちょっとびっくりしたんですけれどもやっぱりそういうことの繰り返しであやっぱりみんな人間なんだと。 そう感じるところから、あのー、そのやるキャリアっていうのを意識するスタートなのかなと思います。先週喋った内容と、今週のミーティング、まあ、逆のこと言ったりする時あるんですよね、意図的にね。で、この頃、こう、ただ単に首振ってるだけやったら、やっぱり良くないので。 あれ違いますよねってやっぱりそういったこう考えさせるとかですね指導者に流されすぎないとかですねこれまた議論やあるんですよじゃあなんか指導者信用されなくていいんですかとかってまあいろいろあるんでなので2分では語れないんですけど <laughs> でもやっぱりそういった仕掛け作りをどうして自分が求める子どもたち選手たちにどう作り上げるかっていうのも大事なのでいわゆるそのプロセスですね経過の一つとしてそういう仕掛けとかなんかをしていくのは大事かなと思いますね。 もうなんか探り合いみたいな感じになってきちゃいそうですけれどもねはい、えー、今井さんそれではお話しいただけますすででしょうかどうかかど考えですか私もですね小山さんと同じであのセカンドキャリアっていうのを、えー、あの考えたことがなくてですね、えっと、やっぱりあのじゃあ私が二十歳の時にあの自分が競技終わった後って何してんだろうって想像した,と想像したら全然イメージも湧かないですし多分そういう質問 え質問を多分選手にしたらほとんどの選手からもゾッとするんじゃないのかなって切人が鳥肌立つじゃないですけどえ俺何なんだろうみたいななんで、えっとまあ、競技だけの人間になっちゃいけないなっていうふうに思いますしあの競技って私いつも生徒に伝えてるんですけども自分を成長させるこうアイテムだったりとかあくまでも一つの方法であり手段であるから競技イコールあの あなたではないよってでも競技を通して何を学んだかってそこを大事にしなっていう話を私もよくしてきたし自分でもそれを思いながらやってきましたなので競技だけが全てって思うと結,局結果が出ない時の自分がものすごい苦しくて結構こうベクトルが全部自分に向いてしまうんですけれどもこれも一つの成長の材料だったりとかこれからの過程だっていうふうに捉えるとちょっとこう。 肩の荷が下りるじゃないですけれどもそれを指導者もちょっと理解して今あのこういう状況だけど大丈夫だよっていうふうにこう認めてあげたりとかそういう何て言うんですか緩いと言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけどもそういうような環境っていうのも、うん、大事なのかななんていうふうに私は思っています。なのであのであ もちろん自分の可能性を信じて選手は追求していくことも大事なんですけれどもそれだけにとらわれてしまうとなかなかその先につながっていかないのかななんていうふうに思っています。はい ありがとうございます、まあ、実際の例をねこうやってお話皆さんからいただくことでデュアルキャリアも今この瞬間も普及していくんじゃないかなというふうに思って聞いていましたがここであの宇山さん今井さんにちょっとお伺いをあのしたいんですけどまさにそのデュアルキャリア競技以外の経験が結果的に競技にだからいい影響を与えるっていう話これちょっとあのご経験を簡単に一言いただきたいんですが宇山さんはいかがですか はいえー、と僕はですね大学を卒業する時にあの海外遠征に日本代表として派遣はされていたんですけれどもまるで結果が出ずにあの言ったら諦めるかどうかっていうのを真剣に悩んだ時期がありましてその時に一回諦めてるんですよ諦めて普通の就職活動をして、えー、と総合職で入社をしたんですねでその時にあの当時の社長がいやあのちょっとそれ目指してみないかっていうことで元々関西の大学であのまあ 関西採用だったんですけれども東京の西が丘の近くの,あのところで働きながらあの協議をさせていただいたただんですねでその時に本当にご縁だなと思ったのがあのお客様と対応することあの、まあ、そういうやり取りをする,する時があってでクレームの対応だったんですね。 どちらかというとあの結構まずい状況といいますか全部怒られに行くみたいな最初はそういう,うなイメージだったんですけれどもやっぱりあのこ,うしていこうしてあげればいいんですよねとかこう対処すればいいんですよねってマニュアル通り持っていくんじゃなくてまずお客様の心配をしてお客様が何を望んでいるのかお客様がどういう状態なのか。 っていいうのを聞いてから自分の意見を言わなないいないいいととけこれを学んだ後にフェンシングって対人競技なので自分がいかに素早い突きを相手に決めたいとかあの綺麗な技を決めたいって思っても決まらないんですね相手も同じことを考えてるからだから相手の選手がどう考えてるのかどうやって点を取ろうとしてるのかっていうのをまず考えるそれを騙してその次を打つ ってていいうのにあの当てはめるとすごいあのあフェンシング楽しいなってももしかししかかたたら初めて思ったかもしれないですクレーム対応からっていうそこに結びつくっていう、ね、駆け引きですけどもいやそれにしても本当そこで止めていただいた社長さんよかったですねそれがあっての本当に、はい嬉しい金メダルのお話も入ったわけですけど今井さんはいかがですかあのご自身の経験競技以外で声がいい影響になった私はですねこの日頃の まあちょっと名前出しちゃうんですけど徳本監督ことの何気ない会話っていうのがものすごいあの楽しかったしヒントがありましてもう徳本さんだからじゃなくてそれを徳本さんと何を話したかとか本当たわいのない話なんですけれどもなんかそういったあの瞬間瞬間っていうのがあのものすごいこう大きな影響を自分に与えていたなっていうふうに思っていてなんか全然こう自分が苦しい時に。 全然競技以外の話すするんですよ。アニメの話だったりとか何なんだよと思ってた時もあったんですけれどもでもそうやってこういろんな話をしてもらうことであのとても勉強になりましたしあの言われて今でも覚えてる言葉があって私すごいこう注目されていて嫌だった時期があって取材受けたくないですって言った時にあの監督が「だメだって全部受けろ」って言われたんですね。え、ひどどいと思ったんですけども、 あの競技だけの人間になるなって社会をもっと見ろってスポーツっていう,、えー、ともうまあ狭い視野っていったらちょっと失礼になっちゃうかもしれないんですけれども狭いところじゃなくて、えー、マスメディアっていう一つの媒体を通して世の中をもっと知った方がいいで世の中をもっと知ればそれが必ず社会に生きるからだからお前は取材を受けなさいっていうふうに言われて。 それからはちょっと納得してあこれも勉強なんだっていうふうに本当に競技以外でも自分を本当に成長することができましたしその経験っていうのは今でもとても自分の武器になっている部分もあるのでやっぱりこう指導者というかその監督とのこう関わり方だったりとかコミュニケーションっていうのに本当に競技以外であのとてもいい影響を私は受けたのかなっていうふうに思っています。たただただ取材を受けろではなくてその理由もちゃんと 監督から教えてもらったっていうことなんですね。今もね,ね、はいうん、はい。今井さんもこれからまた。教団で、ね、戻られて、教える立場になられますから。はい。またぜひ、その経験を生かしていただきたく思います。さて、ここで、えー、ですね。参加者の皆さんから質問を。いただいて。 ち、えー、ちょっととそちらにお受けしたいと思い思ますあの会場にも今日あのいらっしゃっている方でご質問があったら手を挙げていただきましたらマイクをお持ちしますのであのどうぞご遠慮なくあの質問をしていただきたいと思いますがいかがですか何かございますでしょうかちょっとお考えいただいて後ほどでも大丈夫なんですが、えー、オンラインでご視聴いただいている方はです、ね、チャット欄にご質問をご記入いただきましてどなた宛ての質問かというのを書いていただきましたらあの。 こちらの方で読ませていいいたただきたいと思いま,すえっとまあこれも非常に難しいご質問かなと思いますし答えるのもねきちっとこう言葉選んで答えないといけないなと思うんですけどまず私が現場で実感する話でいきますとやっぱり海外と日本の、まあ、いわゆる教育スポーツの違いの一つとして。 一つのことしかさせないっていう文化を日本は作り上げてるかなと思うんですね。例えば小学校からしてもいわゆる剣舞部,部の掛け持ちですよね。これなかなか認められてないわけですよ。でも海外ふと見ると例えばラグビーでいうとニュージーランドっていうねオールブラックス一番強い国だと思うんですけどシーズンラグビーのシーズン2はもちろんラグビーしてます。それ以外のところは例えば、えー、野球してる子もいればバスケットしてる人もいればサッカーしてる人もいてるんですよね。なんかそういった意味でこう こここののととだだけを追ささせて他のことをダメだみたいなそういう文化がまさに何かこうスポーツだってもうプロフェッショナルやるんだったらお前はプロフェッショナルとして突き通せみたいな結局知らず知らずにそういうバイアス的なものですね最近言ったらアンコンシャスバイアスとか言いますけどなんかそういったものがかかってしまって知らず知らずに自分も受けてきた教育をそのまま 反映させてしまって、選手にも、まあ、言葉として適しているかわからないですけど。結局このところ、強要してしまっているかのような。事態が起きてるんじゃないかなと思ってますね。ありがとうございます。えっと、私は、あの、ヨーロッパの方で、えっと、いろいろ見てきた中で、一番の違いは、やはり、あの。 制度と仕組みを国を挙げて、えっと、デュアルキャリアを実現するために変えているっていうことがあの少し違うのかなって思ってます。例えばイギリスですと、えっと、選手があの先ほど医者医者って言ってますが、まあ、お医者さんになりたいで医,医,医,医者になるための、えー、選ぶ学校は スポーツのキャリアを積む要は、まあ、競技力向上競技を継続してやれるスポーツ環境がある学校とは違うとでこの2択どっちかの学校を選ばなきゃいけないんではなくて学校はその医学部医学を目指せる道でトレーニングの場はそのスポーツ環境がある学校でこれを国としてうまくリンクさせて えっと、両方実現できるようなあの環境整備をしているというところがあの違うのかなと思います。これはもうアスリートや指導者が、えっと、取り組めることではないんですけどもう制度そのものがデュアルキャリアを実現するための仕組みに変わってきているということだと思います。ただ前提としてはあの 全部がうまくいってるってわけではないのであの前提としてその道半ばにいるっていうことをあのそこも共有しておきたいところです。よろしししいいでしょううか。ごご質問ありがとうございました。 はい本当にあっという間にですね時間が来てしまいましてなんだかもう時間があったらもっともっとお話を伺いたいんですけれどもあのここでですね、えー、ではパネリストの皆様から最後にあの会場とそして会場にね今日お越しいただいた皆様とオンライン視聴されている皆さんに一言ずついただいて示させていただきたいと思いますではすみません今お話しいただいてすぐのタイミングで申し訳ないんですけれども野口さんから順にでは最後一言ずついただきたいと思います。 ありがとうございます。あの本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。私はあのデュアルキャリアという言葉が日本に入ってきたときからどういうふうに広めていくのかというところにすごく向き合ってきた立場としてはその10年後もですねこうしてデュアルキャリアのことについて真剣に考える場があるということがすごく嬉しく思います。 これを継続していくことでみんなで一緒に考えていくことでいつか日本の中でデュアルキャリアを叫ばなくてもアスリートにそういうことをできる環境っていうのが整えられていくことが理想かなと思いますのでこれからも皆さんと一緒に考えていければと思います。あありりががととううごござざいいままししたた 二丸さんお願いします、はい、あのこれいつもアスリートのセミナーとか、えー、企業の対象にしたセミナーとかで最後お伝えさせていただいている言葉なんですけど時時間時間って皆さん平等にあるわけですよねただことアスリートにまず話を絞ると24時間あったとしても24時間例えば J リーガーはサッカーするわけではなくてラグビー選手もプロラグビー選手もラグビーするわけじゃなくてプロ野球選手野球するわけじゃないんですよね。じゃあそのの競技以外の時間、まあ、これ先ほど僕 オフザフィールド時間って言いましたけどいわゆるしてない時間まあビジネス的に言ったらホワイトゾーンとか最近言いますけどねそういう空白の時間をいかに自分でどうするかでこれ今井さんのお言葉を借りるとまあ僕もいつも言ってることなんですけど時間は作れってよく言うとあの見つけろってよく言う人いるんですけど見つけるんじゃなくてやっぱり作るべきだなと思ってて自分に何かこう自分の専門競技以外のことに何かこう費やす時間を きちっと計画立てでそれが競技力向上につながるんだっていうこととひいては競技力向上つながっていけばもちろん人生豊かになっていくと思いますので何かそういったステップっていうんですかね構造で物事を考えるとスポーツマンに対してもビジネスパーソンに対してもですね何かそういった共通のことが言えるの,かな言えるのじゃないかなとそういったことがまあデュアルキャリアっていう。 決してスポーツ界だけの言葉ではなくてビジネス界においても通用するような言葉がさらにもっと浸透していき、まあ、いわゆる、えー、おっしゃった通りに教育ですね小学生の教育自体からそういったものを盛り込んでいけるような教育制度に変えていけるといいかなと思ってますので、まあ、自分自身もこう言うのは簡単なんでね率先してさらにこう自分もねこうああ,ああいう人になりたいなってね少しの思ってもらえるようなね立ち振る舞いしていけたらなと思ってますね。 どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。では今井さん、今たくさん今メモ取ってましたけど、もう大丈夫ですかじマイクをお持ちになって、お願いします。本当に今二の丸さんのお話を聞いて、その通りだなあなんて思いながら、はい。あのふと、自分にも当てはめて、あの話を聞かさせていただきました。と私もえと四月から、私は四月から本当にあの教師として。 えっと、指導者とといいえば教師っていうです、ね、今度は、まあ、あの中学校の保健体育科教諭として働くんですけれども、まあ、あのこの講演に出させていただいたりとかあの改めてこうデュアル教育っていうのをあの知る機会があ,あ,のありましたのでこれをどういうふうにあのジュニアの子たちに伝えていくか広げていくか、まあ、あのもちろん競技の魅力を伝えることもあの仕事なんですけれども。 そうじゃなくて、その先にどうつながっていくのかっていうのをあのまあもちろんちっちゃな子たちなんて全然わからないんですけども中高生にもでもあのそういうのを考える時間っていうのを今後私は作っていけたらななんていうふうに思っています。だから今やっていることのあのなんだろう先というよりは本当に一歩先、半歩先想像してごらんっていうような形であの一歩ずつこう階段をこう登って もらえるようなそんなこう指導を少しでもこうできたらななんていうふうに思いますし本当にこれを広げていけたらもっともっとみんながハッピーになるんじゃないのかなあのアスリートの,あの今後がまた変わっていくんじゃないのかなというふうに私は思いましたのであの今、視聴されている皆さんと一緒に私も頑張っていきたいなというふうに思っています。本本当に本日はははあありりががととううごござざいいいいままましししたたでは山さんお願いします、はい 本日はご視聴いただきましてまたお越しくださいましてありがとうございました。あのやっぱり一人のその元選手としてですね、例えばあのオリンピックでその金メダルを取りましたってなってもですね、あの僕はそれが全然偉くもないしすごくもないことだと思っていて、たまたま僕はそういうチャンスがあってそれをまあ これを拾いたいと思った時に、多くの人がサポートしてくれたから、まあうま、たまたまうまくい,かいったと思っているので、ただ、やっぱりそこに、あの、例えばオリンピックっていう価値があったりだとか、そこでメダルっていうのは、僕が作った価値ではなくて、今までそのスポーツであるとか、オリンピックであるもとか、そういうものに、あの価値を積み上げてくだ,くださった、その多くの先輩方の、あの、残したものだと思うんですよね。そこに注目がある限り、僕もですね、今回、あの、初めて、そのリアルキャリアっていうのに、真剣に考える。まあ、勉強させて。 今まではそのセカンドキャリアっていうのがやっぱり僕の中でもすごい大きなワードでそれをどうしようかどうしようかと実際困っていた経験があるんですけれどもこのデュアルで同時に進めていくその中でどう人生を豊かにあのしてしあうかですね一方的にする,するとかさせられるじゃなくて一方的にするとかさせられる。いい 具体的にいろんな人が幸せに結果になるっていう理想的な世界なので具体的には難しいことだとは思うんですけれどもその中でやっぱり何か力になりたいなとお話を聞きながら思いましたしそれに対してじゃあ具体的に何か参加したいなと思ってもやっぱりそこは僕が一から勉強しなければいけないと思うのでまずはこのご縁をですねまず人のつながり コミュニケーション、あの、本の、ずっと僕はこうなっているんですけれども、まず本日の、あの、皆様とのご縁を大切にして、あの、勉強していきたいと思います。えー、本日はありがとうございました。ありがとうございました。上間さん、すごくいいお話をいただいた最後に、金メダルって今日お持ちになって、そう、だからカメラの、はい、また会場の方も、これ、あの、本物の、はい、金メダルをお持ちいただきましたので。 はい。あのこれはあの僕の金メダルじゃなくて皆さんが取った金メダルと認識してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はいということで皆様からお話しいただきました。これからも東京都ではアスリートが世界の舞台で活躍できるように各支援を実施してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以上をもちましてパネルディスカッションを終了いたします。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。